なくて、プロデューサー！プロデューサーってばー！あのね、途中で車から降ろしてもらったの。プロデューサーとお話ししようって思って。だって、愛の誓いの儀式以来、忙しくて二人の時間全然取れなかったでしょ？ねえねえ、プロデューサー、今日のミッキーどうだった？可愛かった？かっこよかった？素敵だった？言われたお祝いの中で一番嬉しいって感じだって。ミキ、プロデューサーに褒めてもらえるようにすっごく頑張ったんだよ。よかった。だってプロデューサーがプロデューサーなのは今日が最後なんだもん。だからミキの成長した姿きちんと見てもらいたかったんだ。それにこの呼び方も最後かもしれないから、記念にいっぱい呼んでおくの、プロデューサー。うん、本気だよミキ。まだまだ今のメンバーでアイドル続けたいの。うん、ミキ、最初は竜宮小町を超えたいと思ってアイドル頑張ってただけだったけど、プロデューサーやみんなのおかげで今は本当にこのユニットが大好きだし楽しいよ。だからみんなで行けるところまで行ってみたい。精一杯やれることやっていきたいの、これからも。うん、みんなと一緒に頑張るの。でももしかしてプロデューサー、一人でハリウッド行くの寂しい？ミキたちなら大丈夫なの。だってミキ、やると決めたら必ずやるもん。知ってるでしょ？それでいいって思うな。じゃ、心配もなくなったことだから。ハニーはハリウッドに出発するまで、これからは毎日ミキとデートなの。もう、ハニーはミキとの時間が大切じゃないの？日本でミキといられる時間、あと少しなんだよ。までミキ、デートしたい気持ちずっと我慢してきたんだもん。もう爆発しそうなの。あのね、ミキ、今までみんなとお仕事で行ったいろんなところ、ハニーともう一回行きたいな。全部に決まってるの。ミキとハニーの愛の軌跡をたどる旅だよ。そうそう、時間が足りないよね。だから今から行っちゃおうか。じゃあ大通りに出てタクシーよ。説明なんて後ですればいいの。
出発の日まで一日も離さないからね、ハニー。あ、もちろんハリウッドから帰ってきたらその後もずっと